はい、皆さんこんにちは、トモトモチャンネルでございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日もですね、チャチャチャっと行きたいと思いますけども、今日は手袋の話をさせていただきたいと思います。実はですね、先日沖縄のオリエンタルホビーさんというところで、このような手袋を買いました。そして、私がだいぶ前に購入したこれが、マーチンっていうのかな、こんな感じの手袋になってます。これちょっと見ていただくと、ですね、こういう形になってます。で、ガバッとで、親指だけは単独でガバッと。今ちょっと売ってるかわかんないんで、まあ、こんな手袋を使ってた時期がありました。ただ実際空港に行ったりして使っていると面倒くさくなってこの状態になります。でこの状態がしばらく続くと寒くなってきて指先がかじかんできていらないやっていうことになってたわけなんです。でじゃあそれで、ずっとこれを使わないで来たんですけども、まあそんな時に今年まあ冬入る直前後ですね、11月ぐらいでしたかね、まあ、オリエンタルホビーさんでこれ取り扱うよっていう記事が確か、普通の大手さんの記事ホームページに出てきたので買ってみました。実際はものすごく良かったんですけども、もうね、カメラで手袋をやる限界かなというようなものでした。決して、これ買っていいよっていうふうには言いません。正直空港で使いましたけども、あったかい、ものすごくあったかくてかじかまないわけじゃないんです。どうしても空港っても吹きさらしなんでそこはしょうがないんですけど、使い方によるのかなと思いました。で、私モンベルかなんかの 中敷きっていうか、こうインナー手袋持ってるんで薄地の、それつけてこれつけてやれば、まあかなり寒い風がある日でも大丈夫かなという印象でした。っていうのはこれちょっと特徴であるんですが、こことここ、こんな感じで、取ることができます。で、ここがマグネットになってて、こっちもこんな感じで、はい、でここがちょっと特徴あるんですけど、先端が なんて言ったらいいかな、ちょっとこう布になってるんです。で実はフリーハンズ、これ今年のモデルではあるんですけど、2015年モデルかな、15年モデルっていうのはここがただの本当に指が裸で出てくる感じのものだったらしいです。でこうなってスマホのチェック、あとは D500 なんかは、後ろがこうタッチパネルになってるんで、拡大、拡張、写真送りができるようになってます。で、ただこれ弱点が何個かあって、結局こうやってやってしまえばここは布があろうがなかろうがもう全然寒いです。意味ないです。普段使いで私通勤でも使ってみたんですけど、これをもう向いてるだけで全然ダメです。かじがんできたり、ちょっとこう感覚が薄れてくるような感じを覚えるぐらい寒くなってしまうので、この布地はほぼ意味ないと思った方がいいと思います。もう一つの弱点は、手袋をつけた状態でこっち今カバーがないからまだこういう形でできます。ところが出来上がった手でこっちの指をやろうとすると、これ今慣れたからだいぶここまでできるんですけど、こんな形に、結局手袋つけたまんまこれをこうしようとちょっとやりづらい、でスマホなんか持ってるとこれをポケットに入れてでこうやるっていうのを億劫になっていって、いやいらねえやってことになってしまってなんかね、まあ、私の使い方なのかもしれないですけど、まあ、手袋の選び方は慎重にした方がいいかな、まあ、逆にいらないのかなとかね、使い方にもよるんですけど、ミニのホカロンを入れたり、まあ、ちょっといろいろして試してみてます。で、あとはこれ特徴はここにあるんで、まあ、メモリーカードとかね、なんか入れたりできるよっていうんですけど、じゃあ入れるかどうかっていうと、私は逆にちっちゃい北海道かなんか突っ込んどいた方がいいのかなと、両側についててくれればいいのに、これは片手にしかついてないので、
まあ、そんな印象を得ました。であとは、ロープロさんかなんかでね見て、まだ私使ったことないんですけど、ちょっとあの見た目の素材としてはダイバースーツみたいな、あの水がちょっと入ってきづらいような生地でこう伸びる感じのウレタン素材っていうのかな、ああいうちょっとふかふかした感じので、指先になんかこう向かないでこうカバーを取らずに、静電気をこう帯びれるようなものがあったみたいなので、まあ、そういうのもちょっと使ってみるのもいいかなと思いました。なんでやっぱりね、カメラとかスマホと手袋のこの、関係っていうか、まあ、難しいなと思った次第です、はい。一応今年買ったのと、ずいぶん前に買った手袋をご紹介させていただきました。もし皆さんこの手袋使ってていいよっていうのがあったら、コメント欄で教えていただけたらありがたいなと思います。はい、ではトムトムチャンネルでございました。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。